佐藤博則は、千葉県四街道市出身の元、プロバスケットボール選手である。ポジションは、シューティングガード、背番号0、185センチメートル、80キログラム、9歳の時にバスケットボールを始める。四街道は、佐ひ中学校を卒業後、県内の強豪や千代高校に進学。1999年のインターハイに出場して、ベスト8に進出。 2004年に、順天堂大学を卒業後、バスケットボール、日本リーグの大塚商会アルファーズに入団。2005年、PJ リーグ発足に伴い、大分ヒートデビルズに、ドラフト3巡目指名を受け入団。2008年9月、チャレンジ。大分国体バスケットボール競技青年男子の部に、大分県選抜チームの一員として、与那ミ翼、ツ君塚大輔と共に参加した。 2011年6月、エクスパンションドラフトで千葉ジェッツから指名を受け、移籍した。背番号は0番。初代のキャプテンに就任し4シーズン務めた。チームが NBL に転籍した初年度の2013から14シーズン、NBL オールスターゲームにチームメディア推薦で出場した。2014から15シーズン終了後に現役を引退し、 千葉ジェッツアンバサダーに就任した。背番号0は、チーム初の永久欠番となった。2016年3月4日、ジェリコ・パブリセビッチ HC の契約解除に伴い、HC 外交に就任。2014年3月17日現在、既婚。三児の父親である。現役時代、ありがとうございます。